おはようございます。8時15分ぐらいですね、今ね、7時半に起きて朝ごはんを食べました。あ、食べてね、朝風呂だ、朝風呂入りまして、最高ですね、朝風呂は。やっぱり空いてたしね、嬉しかった。9時間ぐらい寝まして、だいぶすっきりしました。腰もね、ちょっと硬くなりましたけど、まあ、風呂上がりにゆっくりストレッチもできましたね。今紀伊半島、もう少しで潮岬の沖を通過、沖というかですね、近くを通過する感じですね。うっすらね、陸地が、うっすらっていうか結構近いですね、そんなに遠くないですね、陸地ね。少しこう霞んで見えるけど、でも陸が普通に見えてます。電波がね、電波は取るかなと思ったらね、やっぱり陸地でもその多分電波が弱い地域ですよね。結構山間部というか、山間部に近いというかですね、だから全然拾ってません。これからお昼ご飯にしますが、朝ご飯にしますが、到着が1時20分っていうことだったんで、私3時ぐらいのようなイメージ持ってたんだけど、1時20分ということでですね、着いてからお昼ご飯食べれるかもしれないですね。まだまだ船の上でしばらく過ごすんで、ゆっくりしたいと思います。ミラノフードリア、大盛り、あ、いいな。あそこですね、間に橋が見えますね。串本町ですね、串本町、確か。で、この辺にポルトガルの船が漂着して、日本人が、トルコの船が漂着して、日本人が救助したっていうことで、なんか友好のね、なんか記念のものとかがあるんですよね、記念碑みたいなのとかね。橋の灯台かもしれないですね、トルコアイスとかね、確か売ってるんですよ。船のデッキですけど、この船はあんまりデッキうろうろする場所ないですね、ここぐらいですね。いい天気です。この辺はやっぱりどうしても回り込むところで船が多いですね。いっぱいいますね、あっちは。まあ、漁業もあるだろうしね。あれはなんだっけ、串本大橋の名前、多分こんな感じの
大きい建物はタワー、展望塔かな。いやー、ほんとゆっくりですね。結構潮の岬が見えてから結構待ちましたね。ずっと見てましたけど、やっと潮の岬の直近を今通ってますね。海から見た潮の岬、行ったことあるからなんかいいですね。知らない人にとっては大した景色じゃないですけど、ここまで来るともうなんかあとは瀬戸内海に入ってすぐかって感じがするけど、まだ結構な時間もかかるんで。潮の岬もね、実際ツーリングで来ようと思うと結構頑張って走んないと来れない場所なんで、高速とかのね、そのつながりも良くないというか、高速降りてからもかなりあるんでね、高速使えばいいんでしょっていう場所でもないから、そこにこういう風にねこれで見れてるっていうのは嬉しいですね。さあ今正面です。あと20分で到着ですね。まず着いたらご飯を食べに行きたいと思います。さて、はい、おー、ここ高いんだよな。おー、いい眺め。はい、到着、徳島に上陸です。さあどっち行くの。こっち左だ。で、左だ。よし、到着しました。久々です。徳島、四国に来た。あ、右だって。なんだよ、いきなり間違ったじゃないか道を。まあいいか、ちょっとここで写真撮ろうよ。いい、撮って。ええよ、ええよ。ありがとう。さて、改めて、走り出します。四国の道を。さあ、ここからね、14日間ぐらいですけど、実質。安全運転で、事故なく、楽しく、走っていきたいですね。まずはね、ラーメン食べます。徳島ラーメン食べよう、ね、フェリーの中でね、時間いっぱいだったんだから、フェリーの中で食ってね、できるだけ観光に時間使うっていうのが成功法かもしれないけどね。あとそれよりもフェリーの、あ、それよりもね、あと徳島でちょっとしたいいものを食べたいなということをですね、食べる欲求の方を優先させるというね。いやー、でも乗れてよかった。もう一人にそれに尽きる。フェリーは最高ですね。朝風呂も入ってね、もう本当に。そしてですね、ちなみに、昨日の走行が126キロですね。家から、東京港まで。おかしいんだよね、長いよね、道間違ったからだね。今ゼロにしました。まあ今日はそんなに走らないと思います。で、予定ではね、私3時ぐらいに着くようなイメージ持ってたもんで、まっすぐホテル行こうかなと思ってたんですが、1時48分、まあ、そんな感じです。で、まっすぐ行くとね、なんと18分で着くらしくて、さすがにチェックインできないしね、
まあ、そんな早く着いて落ち着いちゃうほど疲れてもいないので、昨日たっぷり寝たからね。なのでちょっと観光してから行こうかなと、程よき時間にね行こうかなと思います。まずはお昼ご飯ですね。もう2時近いんでね、お腹ペコペコなんですけど、あえてですね我慢してました。ちょっとねまず1軒目に行こうとしてるラーメン屋さん、太陽軒だっけかな、ラーメン屋さんがねちょっと駐車スペースがないかもしれないなと思って、でそこがちょっと厳しそうだったらもう一つ違うところがあったんで、先に進みたいなと思います。いやいい天気ですね。気温が25.5 度、マジでなんか汗ばむなと思ってたんだよないや最高ですね。これはツーリングにちょうどいい、ちょっと暑いぐらいけど、東京のところでね、まあ、東京に向かってる途中が18度で寒いとか言ってたんですけど、まあ、東京都内に入るぐらいで20度ぐらいになってね、まあ寒くはなくなりましたね。モスバーガーだ、ここでモスバーガーを食べるというムーブはどうだろうか。いやそれでね、海鮮にしようかラーメンにしようかちょっとね悩んだんですけど、どっちもすごい捨てがたいなと思ったんだけど、ちょっとね気分的に腹ペコでねジャンクなものを食べたいなということでね、結局ラーメンを選択することに相なりましたが、まあ夜にねクーポン使って少し豪勢に海鮮食べれたらそれもいいかなと思っております。なんせ3000円をね使い切らなきゃいけないからね、贅沢な話ですよ。そしてね、まあ、この旅でどのぐらい太るか分かりませんけれども、まあ、ここ2週間ほどねダイエットっていうよりとにかく忙しくねいろいろやってたらですね、まあ割となんかお腹すっきりしましてですね、63キロに今落ちてますんで、まあ、ここからどうなるかと2週間でね結局ねダイエットなんだっていうよりもねちゃんとっていうか忙しく働くことがですね一番のダイエットだったというね、もうあんまりねジョギングとかできなかったんですよ。もう体力残しときたかったから運動あんましないで、ただ仕事してたんですけど、仕事っていうか動画編集とあとまあツーリングとそれからあれですよスクールあーお腹減った、この辺、あそれでね今日日曜日ですね、土曜から日曜のフェリーだったからかわかんないけど、まあ、結構混んでましたね。ライダーも多かったしね、20何台いましたねバイクね、22、3台いましたね。でそれでもうねラウンジもねすごいもう酒盛りしてすげえ大騒ぎする人がいてまあ私は迷惑っていうほどには感じなかったけど、でもなかなか激しかったですね声張り上げて大騒ぎしてましたからでもまあ座るところがなくなるほどじゃなかったんでね、人が多いって言ってもねまだ良かったですね。私ものんびりしながらダラダラできましたし、この辺こう海鮮物も結構ありますね、食べ物屋さん結構ありますね。でオーシャン東急フェリーは部屋がね2棟って言っても、まあ寝台っていうか2段ベッドなんで、2棟の何にもない洋室あれよりはだいぶいいんですよね。最低限のプライバシーも保てて自分のスペースっていうのもあるしね、もうとっても快適でしたね。まあそんな話をちょっと後でまた、とりあえずね最初の店混んでたらどうかな、入れるかな、止められるかな、これは一時停止じゃないの、あった、止められるかな、ここですね陽気出る駐車日
聞いてみよう。いちぜ。いただきました。ラーメン、そしてナルト海峡を見に行きますかね。ナルト大橋、ナルト渦潮。じゃあ25キロ40分、結構かかるね。この上の道路に行くのだね。あ、ダイソーじゃん。ライダー大好きダイソー。別に買うもんないけど寄りたくなってしまうダイソー。いやー、都内並みに信号が多いっていうか、時間がかかるねこれ。お、ここで登るんだね。ナルト前の車の亀の甲羅乗せてるけど飛ばしてこないだろうな、マリオカートみたく。なわけない。いやー、つまんないこと言っちゃったな。いつも面白いことしか言わないのに。お、あは白鷺大橋。すごい風が強い。いやー、でもこの橋はでっかくて欄干も遠いから怖くないぞ。風が強いけど怖くないぞ。駅へっちゃらだい。立ち乗りしちゃうぜ。そういう調子こいた行為をやめよう。いや、中華そばとチャーハン、あ、焼き飯のセット1000円、ランチセット1000円ですね、人気メニューということでもう無難に行ってしまいましたけれども、徳島ラーメン、厳密に言うとちょっと違うのかな。徳島ラーメンっていうとなんかこうすごい茶色い、濃そうなね、味の濃そうなつゆに、あとなんか豚バラ肉が入ってて、で生卵みたいな、そういうことみたいなんですけど、今日さっきのところはチャーシューで、あと煮卵だった、ゆで卵だったんですけど、スープは徳島ラーメン、スープと麺は徳島ラーメンという感じのものだったと思うんですよね。で、徳島ラーメンのねスープってそのすごくめちゃめちゃ味濃そうなんだけど、実はねそんな濃くなくて、割とこうなんていうんですかね、優しい系のスープなんですよね。あっさりとまでは言わないけど、なんだろう、この本当にスープを飲むような感覚になるようなですね、優しい系のスープで、で薄い人は足してくださいっていう、なんかそのタレみたいなのを置いてあってですね、置いてあってっていうか言われましてね、で私もちょっと出しましたね。であとニンニクとね、普通のっていうか普通の中華そばじゃなくて、やっぱりその徳島ラーメンっていうね。であと焼き飯、チャーハンのセットって言ったらね、焼き飯ですねって言われたんだけど、ちょっと焼き飯、チャーハンってどういう字書くんだっけ、焼き飯ってチャーハンじゃないんだっけ、じゃないんじゃだけじゃなくて、チャーハンって違う字だっけか、ちょっとね、分かんなくなっちゃったんだけど、まあ、別にどういう文化の問題だからなのかな、分かんない。で、あれ、私ね、前に来た時も、徳島市内で、ちょっと評判の、評判というか、その、有名っていうか徳島ラーメン、ここはうまいみたいな感じのそういう店にですね、行って食べたことがあるんですが、まあ、正直言うとね、あんまり徳島ラーメンは私はドンピシャ最高っていうわけではないんですね。なんかうーんって感じすげえうめえ最高っていう感じではなくて、だから今日のお店のラーメンも普通に美味しかったんだけど、なんか最高って感じではなかったんだよ、なぜか。やっぱりなんだろうね、濃そうに見えて味がそうでもないっていう、その感覚の違いにちょっと戸惑うところもあるし、なんかそうがっつり
がっつりその脂っこいものを食ってやるみたいな感覚で行くと意外とそうでもなく、ちょっと肩透かしを食う感じがありますね。チャーハン、焼き飯はね、美味しかったですね。焼き飯とかね、チャーシューは結構味が濃いめでしたね。で、なんかあの店はチャーシューがなんか評判だったみたいなんで、チャーシュー麺にすればよかったなっていうのはちょっと思いましたけど、でも、ね、焼き飯も食べてみたかったんですよ、ね、いろいろな種類食べてみたくなるじゃないですか。さあ、これで大きい道路に11号に出るわけですね。じゃあちょっとね、着いたばっかりなんでフェリーのこととか喋っていきたいと思うんですが、あ、その前にね、その昨日の動画ほとんど撮れなかったんで、その話をしていきたいと思うんですが、家からですね、東京に向かって出発したらですね、なぜか、最短ルートではなくてですね、すごい回り道を指定されたんですね。で、なんだよと、しかも全部有料だから、ちょっとお金かかるしね、最短距離の方が下道で距離も短いし、時間はそんなに変わん、まあちょっと15分ぐらい遅いだけなはずだから、なんだかなんでこっちを指示してくるんだよって思ってですね、強引にですね、最短距離の方に向かったんですよ。で、そしたらなんとですね、そのルートっていうのは地獄の自己渋滞が発生していて、ものすごい時間がかかるから、その回り道のルートを、指示されてたということが、途中で気がつきましてですね、出る前に確認しろよって感じなんですけど、あともう一つですね、出発時刻がですね、一応3時には出発すれば余裕を少し見ていけるはずだったんですね。で、2時に出発する予定で準備をして、で、それでいつも1時間以上遅れるけど、言っても3時には出れるだろうっていうね、最悪3時半になっても大丈夫だろうって思ってたんですが、ほぼ4時になってしまったということですね。3時50分ぐらいかな、出たのが。で、その上で、渋滞ということで、本来2時間15分で行くはずというか、そういう目論見だったんで、それでもね、5時半には本当だったら5時半には余裕持って着くはずだったのに、余裕持ってじゃないけど着くはずだったんですね。違う、4時だから6時半にはギリギリ着くだろうというぐらいのはずだったんですが、ちなみにですね、フェリーが出航するのが7時半で、で、一般の乗船客は1時間前、バイクや車がある人は、1時間半前までに受付してくださいっていうのが案内だったんですよ。だから本当は6時までに行かなきゃいけなかったんだけど、最悪6時半でも乗せてくれないってことはないだろうっていうところではあったんですけれども、なんとですね、その時点で私が結局ですね、自己渋滞っていうのに気づいた時点でですね、すでに6時32分とかですね、そういうもう1時間前を割り込む、状態だったんですね。で、そしてですね、その上で、もう戻れない、今から迂回路に行こうと思っても、Google が示す限りだと、もう多分 そっちの方が時間かかるようになっちゃうから、もうそっちの方案内しなくなったんですよ。それでね、もう進むしかないと、1時間前をちょっと割り込むとはいえね、もしかしたら自己渋滞だったらね、解消する方向に行けばまた到着時刻も早まる、可能性もあるからね、まだその時点でその場所に行くまで1時間ぐらいあったから、1時間のうちにね、解消する方向に行ってくれればって思ったんですけど、現実は非常だったと。で、どんどんね、自己渋滞が悪化していってですね、
走れば走るほど到着時刻が遅くなるという地獄の状態になりましてですね、高速乗る頃にはですね、到着時刻が18時45分ぐらいに40分ぐらいかな40分ぐらいになってまして、もうどうしよう、でもとにかく行くしかないということでですね、でやっぱりね渋滞してたんですよ。まあ完全にね止まるようなほどじゃないんですけど、時折10キロぐらいになったり、まあ30キロぐらいで流れたりっていうことをずっと繰り返してですね、で行ったんですよね。結構地獄でしたねあれは。でしかもやっぱりさらにどんどんね到着時刻遅れてって、6時48分とかになったんですよね。もうこれ7時まで行っちゃうんじゃないかみたいなね。これ並んでんだ、なんだろう、道の駅だ、道の駅に並んでんの、すごいね、何事くるくるなると、すごいな道の駅って。今もう観光施設だもんな。そしてですね、もう耐えに耐えて行くしかないということで頑張ったんですけれども、まあ、途中ね結構早く流れるところとかもあって80キロ出せるみたいな感じのところもねあって、で頼む、これで時間到着時間縮まってくれと思ったんだけど、もう Google 先生はねそんなことは織り込み済みなんですよね。そこを流れてる分はちゃんと80キロで走ってもらってこの時間だからっていうね、そういう非常な時刻設定でしてですね、やっぱり交通量多いから Google マップ使ってる人が多いからデータが正確ですね、めちゃくちゃ正確もう Google ナビの正確性といったらもうね本当に人が多ければ多いほど正確になるんだろうね。でそれで、もうとにかくね行くしかないと思って、もうで走ってたらね、ついにね首都高を走ってて、走行中に携帯に着信が、ね、あったんですよ、ナビの画面にね。で03だからどうやら多分ねちょうど1時間前だったんですよ、6時32分でね、あこれはきっと1時間前になっても受付しない、愚か者にですね電話してきてんだろうなって思って、まあ、でも着信あっても走りながらだから応答できないしパーキングもないからね、とにかくもう一刻も早く着くしかないと思ってですね進んでたんだけど、あとね、数キロでその降りる、インターチェンジだっていうところでですね、あと1キロもないところ800メートル先で降りるみたいなところで左にね矢印があったから私ね分岐に入っちゃったんですよ、そこでこっちかなって そしてね、で分岐に入ったところでパーキングがあったもんだからそのループのところにね、だからそこに入って、でまだねそこで間違ったっていう認識はしてなかったんだけど、もしかしたら間違ったかもとはちょっと思ってたんですけど、でもちょっとねとにかく一回止まって電話しようと思ってですね電話かけたんですよ。でも電話が通じなくて、なんかそのかけ専用ダイヤルみたいな感じで、それでね繋がんないからしょうがないと思って、もうとにかく急ごうと思ってですねもう一回本線に乗ったんだけど、そこでねやっぱり間違ってたっていうことが発覚してですね、でその前まで残り8分到着前残り8分だったのに残り15分になりましてですね倍ですよ倍で、6時58分到着予定になって、うわーっつってもう発狂しました。さすがにね叫びましたね、叫び声が出てしまいました、うわーっつって何やってんだよっていう感じでですね、これはさすがにね自分のバカさ加減にね愛想がつきかけましたね。もうダメなんじゃねえかと思ってね、ここまで来てもうダメなんじゃねえかと思ってね、30分前はやべえだろうと思ってね。でね、
結局一回降ろされて、であと入り口と出口が離れてるから、また今度ちょっとぐるっとこう何 U ターンできるところまで回って、でそれでやっとね乗り直してっていうね、すごい無駄な時間とね距離を走ってですね、到着しましたよ。ちゃんとグーグル先生の見立て通りですね、57分だか8分だかそのぐらいに着きましたね。で、そしてでもそこでホッとしたのが、乗り込むバイクの列がね並んで待ってたんですよ、まだそこで乗り込む前だったんですよ。で、あーよかったと思って、でとりあえずそこ行って並んで、でももうみんなねヘルメットかぶってエンジンかけて、もう今から乗り込むぞって感じだったんですよね。でそこに並んで、ですいません受付やっつって、で受付行って、で発券がね 自動発券機だったんで、まあ、受付行く必要っていうか受付の窓口に行く必要はなかったんですけれども、でそこで発券して、で戻ったらもうみんな乗り込んでて、で私もそれで遅れて行ったんですけれども、まあ、ちょうどそんなに時間かかってないんでね、まあ、大体最後の人のところの後ろに、まあ、そんなに時間タイムラグなく、つけて、乗船完了って感じでしたねなので道間違いがなければ普通に他の人たちと同じタイミングで入れてたなっていうね、まあ、そのぐらいのタイミングだったんで良かったんで、私はね死ぬほど焦ってて、もうその道間違えた後のね引き返しなんかちょっとね勢いやばかったですね。完全にテンパってましたね。あれで事故を起こしたらいかんっては思いながらも結構焦っちゃいましたね。もう赤信号がじれったくてね、何回もギア入れたりニュートラル戻したりっていうね、そういうやばい状況になってましたね。本当にね皆さん行動はね時間に余裕を持ってやりましょう。当たり前のことを言っているが、ただねフェリーのスタッフの人は誰も焦ってませんでしたね。私はめっちゃ焦ってたけど、なんかじゃああちらで、券買ってきてください、受付あちらですみたいな感じでですね、めっちゃ冷静でしたね。だからフェリー側にすればですね、まあちょっと遅れてきたぐらいの感覚、乗船のね手続きとしてはですよ。で私はねそれでだから別にいいじゃんっていうことを言うとですね、これは大変なパッシングを受けるに違いないので、ね、そんなことはちゃんと言わないでですね、反省してるふりをねちゃんとしてますけど、いやふりじゃなくてちゃんと反省してるんですけど、いやほんとねもうほんとやばかった。限界を超えてた。ここを右、ここ右でいいの、ここ右でいいんだよね。なんだどういう感じ、真っ直ぐ行くと何なんだろう。で本当はねそのフェリーの中で夜と朝と昼ご飯をね、食べることになるので、コンビニでね調達してきたかったんですよ。だけどねもう本当にね夜時間がなかったので、まあ、フェリーの冷凍食品、まあちょっとね興味もあったんで、まあいい機会だったと思いますね。でまあ結論としてはですね、まあちょっと割高感はないではないけど、それなりに美味しいしですね、いろんな種類あって悪くはなかったですね。今朝食べたドリアなんかも美味しかったしね。まあ、最近冷凍食品ってすごい進化してますから、冷凍食品イコールまずいみたいなことは一切なくて全然良かったですよ。まあでもこういう風になんなければ多分基本的にはやっぱりコンビニで買ってたと思うから、まあいい機会だったということでですね。
それにしてもね本当にやばかったね。もうでもうねこういう時って乗れたから万歳っつってなんかこうあの贅沢はっちゃけちゃってねあのたくさん食べたりとかですね飲んだりとかしがちなんですけれども今回はですねちょっと私あまりにも自分の間抜けすぎさにですね、もうなんか自分で招いたですねミスで、こうなったのにですねなんか成し遂げたみたいな気分でですねあの酒飲んでいい気分になるっていうことでですねなんか違うなっていう感じがしてですね昨日は酒飲みませんでした。これ一時停止じゃないよね。一時停止じゃないよね。あれっていうところがあるんだよな。止まれって書いてない。さっきのあのご飯太陽圏の前でもね。太陽圏といえば天津飯だよね。天津飯はなかったような気がするな。うん、どうでもいいけど。よかった。町を出てこういうツーリングらしい雰囲気のところが走れて、はあ、もうねあのフェリーねあの 朝に到着じゃなくて昼に到着だから午前中とか暇かなと思ったんですけど全然そんなことないですね。半日ぐらいね私にかかればねもうぼーっとして一瞬で過ごせちゃいますね。ただもうただボケっとしたりですねあのツイッターを見たりですねで昼寝したりしてですねあっという間に過ぎちゃって全然こうまだまだでしたね。で小説持ってったんだけど、まあ、少し読んだけどそれほど読み進みもしなかったしね、まあ、またね小説は全部読み切っちゃわないで後で少しずつ読んでいこうかなと思ってますけど、あれ鳴門大橋じゃない？いやすごいとこ結構案内されてるね。いいねでもこういうなんだろうこれ川岸じゃなくて海かな海か湖か分からん海なんだろうか汽水湖それとも入江分からん養殖してますねなんかね。海鮮食べたいね。今日の夜は海鮮にしよう。昼はこってりラーメン、チャーハンだったから、夜はもう刺身か、刺身がいいかな。エビとかもいいね。で今回は、すべてですね、ホテル泊なので、みたいに、あの、キャンプ場行ってね、で、何も、ないとか、店がなくて買い物ができないみたいな、右か。そういう事態はね、あと100円ショップとかでちょっと買いたいものがあっても買えないとかですね、そういうことは多分ないんじゃないかなって思って、何か足りないものあったら買い足せばいいっていう、そういうのがですねちょっと気楽でいいですね。まあ、ちなみにね忘れ物としましてはですね、早速大きなものを一つ忘れまして、ツーリングアップル四国中国版これを忘れましたね。準備してる間にね あれも積まなきゃなって何回か思い出してたんですけどダメですね忘れましたね。ただね、まあ、今回のために四国中国買ったのを忘れたってわけじゃないんでそこは良かったですね。今回は、九州沖縄は買いました。で四国中国は4年前のがあったんで2018で、まあもう多少変わってたとしても私あのツーリングアップルで見たいのは今やそのあ鳴門大橋あ見えた今やね、その観光情報だから、まあ、多少古くても、
まあいいかなというところでですね、それを持ってこようと思っていて本棚から出しときゃよかったのに出さなかったから忘れてきた。どうしようかな。でもね、買おうかどうしようか微妙なところですね。まあ買ってもいいんだけど、買ってもいいんだけどそこまで使わないかなっていう気もするんだよね。荷物も増えるし、まあ、またね四国は何度でも来たいからっていうのもあるんだけど、まあどうせだったら次来るときに最新バッグ着たいなっていうのもあるからまあなしでいいかな。本屋行くのもめんどくさいしねと思ってますね。四国で行きたいところをもう大体決めてるし、まあ、基本的に通過地点だからナルト北で、ここ降りたことあるかもしれないな。ナルト北なんか覚えがある、聞き覚えがあるな。多分ね高速でここ来た時にナルト北で降りて今から行く展望台は行ってると思いますね。おそらく昔昔でも全然記憶はさすがにないね。もう多分2004年の時かな、2004の時かもしれないし、まあ、そのそれ以外の時でも2010、あ、どうだったかな。でもそうですね、2008とか、公園鳴門大橋、はあ、ちょっと潮の香りがしてきますね。いいね、砂浜、鳴門大橋。まあ高速で来てね、これを渡るのもまたいいんですけどね。あの来島海峡大橋と合わせてね、渡るの。うわ、昔て。あ、そう。横断歩道の前に立ってると絶対止まらないといけないルールだからね。うわ、何これ、大塚国際美術館。わ、黒ナンバーだ、あの人。横断歩道の前で止まる私を追い抜いたこの毛ようやるわ。おお、右、渦潮汽船、これ観光の桟橋、観光桟橋で、こっからちょっと登ってく感じだね。駐車禁止、二輪を除くって書いてあったな。二輪は止めてもいいんだ。
有料駐車場かな、これ。この感じだと。あ、なんか来たことあるかな、来たことっていうか、なんか覚えがあるかな。あ、これはこれでいいの、これでいいの、駐車場ここから車両金、ん、追い越し禁止。10時16時は車両進入禁止、ん、禁止。こっちが P だから、あ、そういうことか。もう有料駐車場だこれ。あ、200円でした。よしと、到着。渦潮だ、なってるよ、なあんななってんだ。おお、観光船が、エスカヒル400円、なかなかの長いエスカレーター。展望台に歩いても行けるのかもしれないけど、とりあえず乗ってみました。長いの1本かと思ったらもう1本あった。でももうすぐだよね。あ、すぐだ。殺風景だね。なるほど。わあ、いいね。向こうにも展望台があるな。あっちは無料で入れるのかな。今満潮に向かってるところらしいですね。右から左に流れてますね。あの船があるあたりで渦が巻いてるんじゃないかな。あと向こう側もあるね。この辺、あの辺にも渦が。手前のこの辺もちょっと流れが渦っぽくなってる。4時半ぐらいになんか一番渦が大きくなるような話を書いてましたね。あっちもいろいろあるんだな。なるほどね。なかなか下坂
下る時の迫力がすごい。結構な高低差。